Search.Search.あちゃ。Search.回してたけど結局捕まえられなかったみたいだな。なんだか楽しそうですね、姉貴。いやミサとエリがお互いに時間しっかり作ってるなと思って。運動会をしに来たわけじゃなかったはずなんですがね、お互いこのままでは終わらせませんよ。ミサミサがまた悪い顔してる。やはりポニコは私が考えるゲームのヒロインにふさわしい。ただし性格を除いて。ミサ、エリのことを買ってんのか嫌ってんのか、それが向こうに伝わりきってないんじゃないか。そうかもしれないに、私も心配してくれてたみんなの気持ちうまく受け入れられんこともあったし。それはそうかもですけど。ミサちゃん、一方的に迫るのはよくない。何事もやりすぎはよくないからさ。私のダイエットみたいに。
すごい説得力だよ。まあ最後は姉妹の仲を信じるけどね。一言くらいは謝ってきな。こういう時は姉の方が折れるもんだろ。私がですか？そんなの決めつけないでほしいですけど。それに今私疲れていますし。ミサちゃんお願い、私のわがままだと思ってくれていいから。絶対ミサちゃんから一言あった方がいいよ。わかりましたよ。皆さんにそこまで言われたとあっちゃ仕方ありません。後で言いに行きます。うん、ミサちゃんありがとう。頑張るんやで我が賢者くん。別に頑張るほどのことじゃありませんよ。ミサのやつ、まだ昔のこと根に持ってんのかな。さすがのエリでも疲れた。ミサ姉ったら本当しつこいんだから。今頃向こうではどんな話してんだろう。どうせあれか、姉妹だからとかそんなの。天代さん、あの人こそ姉っぽいよね。面識少ないエリともしっかり絡んでくれるし、ミサ姉もあの人の言うことはよく聞くし。本当にね、エリなんかよりずっと姉妹してるんじゃないかって。ここにいましたかい、ポニコちゃん。うわっ、ミサネ。鍵をかけてないと逆に中にいないと思わせる心理トリックにやられましたわ。やっと見つけましたぜ。今の今までずっと探してたの？んなわけあるか。私の部屋まで来てください。待機中。それで話って？それはですね、ってどうしてそんなに離れてるんですか？だって近づいたらまた捕まえようとするでしょ。今日はもうしませんよ。今日はか。そんじゃやっぱりこの距離で。信用されてませんね。ま、当然ですか。え？何でもありません。それで話というのはですね、まあそのあれですよ、俗に言うあれです。あれってなんだ？こっちに聞くな！だからなんでしょうね、こうも言いづらいとは思いませんでした。何が？ポニコ、そっちの学校は楽しかったですか？今はミサ姉と一緒の学校でしょ？友達はできたんですか？それも知ってるでしょ？エリに限ってそんな心配はいらないよ。まあ、そうですね。別に心配もしてませんし。どうしたのミサ姉？なんか変だよ。どうせ私は変な姉です。真っ先に部屋割りをミナミと一緒に指定したのも私。エリとの相部屋が嫌だったんだ。そうじゃありません。そうじゃないけど。終わり？終わりです。私には無理でした。おとなしくゲーム作りに勤しみます。
わけわかんない。エリ疲れたからもう寝ちゃうよ。何ですか？やっぱりゲームを手伝ってくれるんですか？そんな話はしてない。エリにはミサ姉が何が言いたいのかわかんないし。だったらおとなしく寝ててください。安心してください。寝た隙に何かすることはありませんから。ほんと変なの。いや、これまでもずっとこんなだったし、これが普通だよね。待機中。なんだと？Search.
なんだと？移動。キラちゃん、ミサちゃんたちどうだった？ダメだ、ミサのやつ素直に謝れないみたい。しかも別の話をしようとして失敗してるし。エリも寝ちゃったし、話は明日に持ち越しかな。そっか、大丈夫かな二人とも。まあ大丈夫だと思うよ。ミサが少しちょっかいかけたくらいでどうにかなったりしないよ。確かにエリ何でもできてすごいもんな。まるで超人や。そうそう、俺たちがまだみんなガリバー校の中等部だった頃、部活を掛け持ちしながら全教科でテストの点が学年1位だったりしてさ、エリのやつ。圧倒されるみ。踊ったりゲーム制作が大好きなミサと、映画と運動が大好きなエリ、姉妹だけど趣味と勉強を掛け持ちできるのはエリだけなんだ。キラとか言わずもがなやもんね。黙らっしゃい。だからエリにはそもそも俺ちたちの心配なんて意味ないんだよ。そうかな。ん？気のせいかなと思ってたんだ。でも今のキラちゃんの言葉ではっきりした。エリちゃんが来てからのキラちゃんとミサちゃんはちょっとおかしくなってるよ。おかしいって、まあお互い気まずいところもあるから多少はね。いいえ、妹への心配が意味ないなんてそんなことキラちゃんは本来言わないもん。俺のことを評価しすぎだよ。うん、でもね、寮に来てからのキラちゃんとミサちゃんのことはよく知ってるよ。これまであんまりエリちゃんの話をしなかったのを不思議に思ってたんだけど、意識して避けてたんだね。そうなのかみ？あいつはエリはすごいんだ。何やっても誰よりもできる、いわゆる天才なんだよ。俺もミサも勝ったことがない。料理でも勉強でもゲームでも得意分野でも勝てないんだ。でもエリ料理はできないって。やらないだけだ。一度だけあいつが時間をかけて作った料理盗み食いしたらめちゃくちゃうまかった。きっと大食い勝負でも俺負けるんじゃないかな。そんな、その勝負は実際にはやってないんでしょ？俺はエリのこと怖いんだと思う。遠いんだよ、アマネーよりミナミより。どんな赤の他人よりもエリが遠いんだ。時々姉妹ってことを忘れるくらい。いつから一緒にいたっけみたいに。そうなんだ。せめて
俺やミサの気持ちにもっと余裕があれば。オールデストロイ。え、どうした？キラ、私の言葉を聞く。おう。私は好きで破壊魔をやってるんよ。今みたいにノリが通じへんかったり変な目で見られることもあるけど、でも受け入れてくれる人もおるし、何より楽しいからずっと続けていられるんや。うん、まあミナミはそのままでもいいと思うけど、俺とミサは。そうやなくて、なりたくない自分にならなくてもいいや。キラはキラのままでもお姉さんや。そうだね、ミナミちゃんの言う通りだよ。エリちゃんにふさわしい姉、なれそうにないなら無理しなくていいんだよ。もし慣れたとしても、まるで映画の俳優さんみたいに。それは演じているだけなんじゃないかな。そうや、それと好きで演じるのと無理に演じるのとでは全然違うんやで。ありのままでいいと思うよ。キラちゃんはエリちゃんの姉って人間じゃない。キラちゃんって人間がエリちゃんの姉なんだから。もっと胸を張って。キラちゃんは今のままでも十分いいお姉ちゃんだよ。私のことも助けてくれたじゃない。あまねえ。でも私も負けないからね。私も寮の年長者として誰よりも頼りにしてもらいたいから。ありがとう、分かった。俺とミサは戦わなくてもいいとこで一人相撲してたんだな。確かにおかしいよ。すっきりした？そうだね、もっと気楽に行くよ。うん、ミサちゃんにも明日には伝えないとね。はあ、いい話だったね。人の服で涙を拭うのはやめてくれ。で、次はどうする？ミサ殿のところ、エリ殿とああなった直後だよ。内心相当気まずいんじゃないかな。甘代殿は明日には話そうって言うけど、善は急げだと思わない？ああ、我々の任務には不要って主張？いや、私もこの任務に必要なことを少しずつ理解してきたつもりだ。地球人は時に暴走してしまうケースがあるからな。多少のおせっかいを焼くくらいはいいのだろう。実行は寮生が寝静まった夜中にするぞ。了解。カメポンもノリが良くなってきたね。ちょうど試したいものもあったからな。試したいもの？Thank you.